はい。皆さん、こんにちは。通信販売をすごい利用してるんですね。まあ、今、例の、感染症の問題で、通信販売を使っていろんなものを買ってます。パソコンのパーツが届いたんですね。これ、なんて言うんだろう。台湾で買ったパソコン。台湾製のパソコンですね。のバッテリーを頼んだら届きましたね。しかも意外と早く、1週間ぐらいできましたね。はい。で、もともと使ってるのがこれ。アスースの EPC ですね。で、バッテリーね。これね。バッテリーがここについてます。ついてますね。はい。で、これがね、要は、このパソコンは USB の充電じゃないんですよね。こういうね、こういうアダプターね。まあ、アダプター、先っちょはこういうやつなんですよ。だからね、予備バッテリーで、このノート PC ね、古いやつなんですけど、稼働することができないんですね。ということは、もともとノーマルで、一回ダメになったんですね。古くなって。で、一個買い直ししました。で、それがだいたい3時間から4時間持ちます、これね。で、一日ね、外で勉強するとなると、今ね、ほら、コンセント、図書館で電源使わせてくれないんですよ。東京と違ってね、岡山はね、ダメなんですね。うん、で、じゃあ、電源どうするかっていうと、もう要は勉強できなくなっちゃうんですね、これ。はい。で、予備バッテリーをもう一つ。で、一回りの容量の大きいやつを頼みました。ちょっと開けてみましょうかね。あ、開いてる。は 避けてる。開いてますね。はい。でね、容量がね、6600ですね。これノーマルが5800なんですよね。ミリアンペア。で、ノーマルがね、本当はね、もうちょっとちっちゃいんですね。だから2サイズ上です。はい。じゃあね、まずね、ノーマルを外しちゃおう。外し方はね、至って簡単。ノーマルはフル充填してあります。はい。で、ノーマルは、ノーマルしかで1回交換したやつはね、5200だ。ね、で今回は一回り大きい6600。差し込み口とか全く同じですよね。ああ、よかったよかった。多分使えると思う。うん。ただメーカー名がちょっと違うな。前は Amazon で買いました。これも中国から来ましたけど、それから多分ね、何年経ったかな。3年ぐらい経ちましたね。3年ぐらい経ちました。はい。で、で、バッテリーのサイズはね、断面サイズはね、同じかな。断面サイズも同じですね。で、周り見ても全く同じ。で、重さは少し重たくなってます。はい。じゃあ、新しいやつをつないで、動くかどうか試してみましょう。差し込みは至って簡単ですよね。ただ、単純に取り替えるだけ。入んなかったりして。いやね、そんなに種類あるわけじゃないから大丈夫だと思うんだけどね。うん、ちょっと入らない。最初はね、初めて使う場合ね、少し慣れがいるのかもしれない。ん、ちょっと硬いね。あ、やっぱりね、少し大きいんだ、これ。ノーマルより。入らない。これを引くと入るとか。いいとこ来てんだけどな。あ、嫌な音がした。嫌な音がしたぞ、これ。嫌な音がしました。しかも抜けない。抜けた。いやいやいや、怖い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 。怖いね。バキバキって言ったけど大丈夫？嫌な感じ。嫌な感じ。大丈夫これ。うん、サイズはね、全く同じだよね。もうちょい。もうちょいね、これで見て右側がね、サイズが違う。でね、セットして充電しなきゃダメ。ああ、早い。買った。力づく？これ。もう一回戻そう。
ほぼ入ってきてはいるんだけどね。一回止めます。とりあえず差し込めました。ちょっとね、もうちょいなんだよね。もうちょいなんだよね。多分ね、充電がね、できてるんで、ほら、これ充電ができてるんで、認識してますね。ちょっと待って、ちょっと見せられない、パスワード。充電はできてますね。で、マウス、マウス、マウス。で、バッテリーの状態は、ほぼ半分充電してありますね。うん。で、このまま充電を続けましょう。一応使えるようです。使えます、バッテリーは。なんかバッテリーのなんか出るのかな？出ないね。はい。じゃあ電源落として、まあ、休止状態でいいかな。貯めておきます。要するにね、これで、ちょっとしっかりここはね、隙間があるから、はまってないな。ロックもかかってないし。2個ね、取り替えて。ただ今、ギリギリ入ったんで、もう外れないかもしれない。何回かやってる間にちょっと使えるようになるでしょう。はい。まあ一応、バッテリーとしては使えることが分かりました。はい。はい、以上ね、ASUS の EPC ね、ネットブックと言われたね、PC のバッテリーを買ってきた感じですね。これで、1日図書館でね、2個バッテリー駆使して勉強できればいいかなと思って買ってみました。はい。では以上です。